メイドさんみたいな OL がいたら。心ちゃん。何ですか？ちょっと今日元気なくてさ。あー、そうなんですか。だからさ、魔法かけてくんない？魔法ですか？それでは、今日元気のないあなたに魔法をかけたいと思います。一緒に魔法を唱えてくれますか？もちろん。せーの、ふわ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 、萌え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 、キュン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 、ワン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 、にゃん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 、せーの、元気になれ。優しすぎる先輩 OL。 あー、またやっちゃったよ。どうしたの？あ、心さん、実はまた失敗しちゃって。失敗？そうなんです。目薬100個生産依頼するところを間違って1万個依頼しちゃいました。そっか、ダメだよ。すみません、気をつけてはいるんですけど。もう仕方ないな。今回は私が余分の9900個買ってあげるね。心さん、次は失敗したらダメだぞ。可愛すぎる後輩 OL。 心ちゃん。はい。お茶入れてくれる？お茶ですか？あ、喉乾いちゃって。いやです。そんなこと言わないでさ。じゃあ今晩焼肉ですからね。魔法をかけてくれると思ったら高額な商品をふっかけてくる OL。 心ちゃん。なんですか？ちょっと今日元気なくてさ。あー、そうなんですか。だからさ、魔法をかけてくんない？魔法ですか？うん。それじゃあ魔法をかけることはできないけど、魔法のネックレスならプレゼントできますよ。え、魔法のネックレス？はい、特別な素材で作られた幻のネックレスなんです。それを使えば何でも願いが叶うんですよ。何でも？はい、それを使った人の 99% が買ってよかったって言ってるんです。 99% が？はい、しかも通常100万円のところ、先輩には特別に10万円でお売りします。10万円？それじゃあ一緒に唱えてくれますか？もちろん。せーの、ふわ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 、萌え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 、キュン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 、ネックレスネックレス、購入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 。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。